皆さん、おはようございます。寒い日が続きますが、どうか暖かくしてお元気でお過ごしくださいね。さあ、今日も元気に始まりますよ。千里のミュージックエッセンスパート2。最後のステップが終わるまで、もう少し恋人させて、さよならなんて言わないで、ほどけてじゃあねと別れましょう。あなたの胸に、その腕に、これから誰かが本日のゲストは、ともに岩手県出身でございます新沼謙治さんと道の駆兄弟さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、寒い日が続きますね。今日は楽しみに来ましたね。嬉しいです。このコンビでは2回目ですから。そうです。はい、そうですね。そうなんですよ。ただまた呼んでちょうだいねとか言いながら、いや、また来ましたのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。セットが大きくなった感じですごい遠いですけどね。どうもどうもって感じですね。はいはい、スタジオは変わらないですけど。スタジオ同じなんですけどね。そう、ちょっと長くなってますけど、まずはですね、道の駆兄弟さんの持ってきていただいた楽曲がなんとドン、渋沢栄一物語。やったね。すごいですね。道の駆さんとよりも顔が大きく出た、うん、さんがでんと出ておりますけれども、あの、ね、この歌できるのにはちょっといろんなあれがありまして、私から話してもよろしいですか。どうぞ、もちろん話してください。この歌をできるのにはこちらにいる新沼謙治さんの影響がすごく大きいんです。そうなんです。皆さん知ってる通り、この渋沢栄一先生は埼玉県は深谷市、はい、血洗島というところの出身なんですけども、その深谷市に割烹料理楓さんという、すごいもう深谷では有名な料理屋さんがあるんですけども、そのおかみさんが新沼さんの親戚というかおばさんなんですよ。そうなんですね。で、我々がそのおばさん、新沼謙治さんを通じて、結構何十年前から仕事をいただいてるんです。ケンちゃんより我々の方を呼んでくれて。そうなんですね。なぜかったら出演料が全然違うんですよ。やめてよ。ケンちゃんよりも高いからね。現実的なお話。結構呼んでいただいたんですけども、生々しい会話をしないで、そこに我々が知ってる作曲家の木村一郎先生って方が、道の駆さん、この渋沢栄一物語といういい歌ができたから道の駆さん歌わないかって言われまして、いや、そんな恐れ多いね、偉大な人のまず歌えないって思ったんですけど、うちの兄がこれは深谷市のためには最高だと、でその楓のおかみさんに聞かせようとデモテープ持ってで行ったんです、深谷市へ。そしたらその楓さんが常連客を集めていて、そこで我々のこの渋沢栄一を聴かせたわけですよ。そうしたらお客さんがもう大反響で、たらおかみさんがこれはすぐ CD 出した方がいいっつも、それで決まった曲なんですね。だからケンちゃんのおかげです。そうなんですよ。いやすごいですね。割烹料理屋さんで新曲が生まれたというね。そこが二冒頭がもう本当に名物で。二冒頭いいですね。食べたいですね。で、渋沢栄一記念館のすぐそばにあるんですよ。その楓さんって。ぜひ私も。いよいよ来年がほら診察1万円になりますんでね。はい。ぜひ。本当だね。じゃあ1万円とともに渋沢栄一物語。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくってね。その1枚を持って応援していただければって感じですね。よろしくお願いします。本当ですね。道の駆兄弟さんにそろそろ歌っていただければと思います。
道の府兄弟さんで渋沢栄一物語お聞きください。どうぞ。愛の花たとえ身分は違えども心の筋は突き通す若き一潮のああ尽くしつつ時代の春に先駆けて世界に学ぶ人生は京都の偉人渋沢を日本の礎支えたり論語とそろばん今もなお未来へ届け渋沢を道の駅兄弟さんで渋沢栄一物語なかなかこう力強い感じ、うん、ありがとうございます元気が出る感じですね本当だからこの渋沢王の力を借りて日本の国民の皆さんに元気を与えたいですよね、うん、そういう思いで2人で、ね、2年も3年もこういう苦しい時代が続きましたんで、ね、なんかパーッとこうみんなで元気になろうというような思いを込めて、うん、これ渋沢先生の生まれた深谷市の千原井島にあります安本小学校、はい、児童36人、はい、先生方も入ってコーラスをしていただいてますんで素晴らしいですね、カラオケの方ではぜひ歌っていただければそれもケンちゃんのアイディアです、ケンちゃんのアイディアです、コーラス入れるのもよろしくお願いします、ね、うん、いろんな、ね、方に、ね、聞いていただけていいですよねさあそろそろここには新沼謙治さんのパンフレットも来ております今日歌っていただくのはもう君はいないのか寂しい ね、 すごいね、でも、うん、すごいこの目が潤んでますね。そうですか。そうなんかこうどこ、ね、遠くを本当見られてる新沼さんのね、うん、まあ結構いっぱい写真撮ったんですけど、はい、まあ、まあこれを選んだんですかね、あまりいいのがなかったのかもしれない そんなことないですこれでも精一杯か、うんうん、はいね、このね、うん、2年ぶりの新曲だそうです ね、 そうですね、はい、うん、でもやっぱこう奥様への思いが詰まった一曲ってことですね、まあ、うん、なんか、ね、僕のまあ近いあの友人のような作家なんですけども、はい、まあ、こういう曲を書いてこられたんでええー、と思ったんですけど、うんうん、まあ、やっぱ思い出してしまいますよね、もう君はいないのかって。うん、でもね、なんか妻に限らずね、はい、あの今年、まあ、去年の2月におふくろが旅立っていきました、はい、
それとね、僕より1個上の友達もね、まあ、1個上といったってもうやっぱり67か8になるんですけども、はい、でもなんか、あ、もう君はいないのかって、うん、なんかそういう感じ言ってみればの人が多かったりするので、はい、まあ、そういう年齢に自分も入ったなと思ってね、はい、もうやっぱこういうタイトルって今まで考えたことが、あ、嫁に来ないか一本張りで来たので、そうですね、かは同じですけど、もう希望がいっぱい広がっていたんですけどね、うん、もう君はいないのか、時にはまあこういう歌もいいし、まあ、元気の出る道の草さんのような歌も時にはいいんじゃないですかね、はい、もうあのファンの皆様もね、うん、すごい、そうですね、ファンの皆様がやっぱり常にこう、まあ、遠くから見守ってくれたり、うん、遠くから足を運んでくれたり、うん、コンサート見に来てくれたり、その情熱がすごいので、うん、に負けないように、まあ、やっぱりいっぱいファンの皆さんにも恩返ししなきゃいけないなと思って、いつまでも健康で元気な歌を、はい、ビタミンをいっぱい含んで、ね、みんなに元気よく元気を伝えたいなと思ってはいるんですよね、はい、本当にね、パワフルで、まあ、今日もね、実はこうスタジオにいらっしゃる前にも運動されてから来たって言ってね、バドミントンをされてから来ましたっていうお話をね、まあ、ちょっと言ってしまったんですけど、びっくりしましてね、なかなかこうね、歌の現場の前にこう、はい、バドミントンをしてから行きますっていう、ね、あまりいないでしょうね、その行動力が本当にすごいなと思いまして、まあ、うんうん、朝5時に起きてご飯を作って洗濯して、あの新聞取って朝ご飯食べた後バドミントンに行って、で支度をして、千葉テレビに来て、うん、そう、まあ、今日は忙しい日ですよ、でも毎日こうじゃないですから、そうですよね、毎日こうではないので、うん、はい、だから寝るときにはしっかり寝てるんですよ、ゴロゴロと、うん、そうですね、はい、まあね、じゃあちょっとそろそろこの気になるこの一曲を皆様に聴いていただこうと思うんですけれども、はい、じゃあそれではよろしくお願いいたします。はい、お願いします。新沼謙治さんでもう君はいないのか、お聴きください。どうぞ。日差しを浴びてまどろんで、時折風に揺れる葉のかすかな音に目が覚める。いつもと同じ秋の日が穏やかすぎる、あまりにも一緒にコーヒー飲もうよと振り向けば音もなくカーテン揺れる。そうかも、記念日だからおしゃれして、たまには食事に出かけよう。声かける君の部屋、明かりも消えて、
今週もオンエア里のミュージックエッセンスゴルフコンペ歌謡ショーの模様もお楽しみください。優勝者はどなたでしょうか。さあ小田純平先生、はい、いいですね。会う生まれる川で王城川ですね、はいはい、それでは皆さんぜひ生の感動を味わってください。百に一つの真実を飲んで流れる飲んで流れる王城川よ。愛して二人で歩こうよ。
です会えばあなたに皆さん拍手女性の優勝者どうぞステージのお別れくださいお別れください、はい、優勝ですよ、優勝でございます、はい、結構今まで過去に優勝経験ってあるんですかとんでもございます初めてじゃあ今日は最高の感激の日ですよね準優勝は準優勝はタミオユキオさんイエーイ準優勝でしたおめでとうございますどうぞ舞台へステージに、はいはい、どうぞやった拍手今日の準優勝、イエーイ神尾さんおめでとうございます栄えある優勝者の発表です白井信玄さんやっとみんなここだ白井さん、あの優勝したことって今まで何度もあるんでしょいやないんです初めて、ね、はい、おめでとうございますすごい、すごいはい、おめでとうございます本日は皆様千里のミュージックエッセンスゴルフコンペ最後まで宴会までお付き合いいただきましてありがとうございます皆さんまたお会いしましょうね、はい、また来年も番組からのお知らせですまずはプレゼント新曲情報満載のカラオケ雑誌歌の手帳を5名様に千葉テレビまで番組への感想リクエストを添えてお寄せください待ってます千里のミュージックエッセンスカラオケ発表会&悲しみのラスト単語歌謡ショーが各地で行われます2月5日日曜日茨城県稲敷市東障害学習センターにて2月12日日曜日闘争文化会館ショーホールにて2月17日金曜日越谷サンシティショーホールにて3月7日火曜日王子のホクトピアツツジホールにて3月16日木曜日君津市民文化中ホールにてぜひご来場くださいそして2月26日日曜日には白石文化会館にて白い歌祭りに参加いたしますメインゲストに山川豊さんがいらっしゃいますぜひご来場くださいその他の情報は私のオフィシャルウェブサイトを参考にしてください本日はご出演本当にありがとうございますありがとうございました、ね、終わっちゃうのそうなの寂しいですよね寂しいなぜひまたこのメンバーで呼んでいただけてまた ね本当に二冒頭も私も楽しみにしてるので、はい、ぜひ楓さんに連れてってください新年早々二冒頭行きたいと思います、ね、今日は朝から元気いっぱい、はい、なんかねこう岩手の風が千葉に吹いたみたいな感じですけどサササササとね皆様に渡ったんじゃないかなと思います、はいはいはい、さあ番組はまた来週も続きます皆様ご視聴くださいね、うん今日は寂しいですけどもそろそろこの辺でお別れのお時間となりますそれではまた来週ではでは元気でいいもう二度と会うこともないけどあなたと過ごした日々を忘れず生きてゆくわあの声もあの笑顔も瞳が覚えてるなぜか言う